はい、暑かった参議院選挙、さらに暑い都知事選挙が今行われていますが、その最中にたくさんのお集まりありがとうございます。まあ、今日は皆様のお手元にご案内あるように、この安倍政権によって自衛隊は軍隊に変えられていく、まあ、あちらこちらで今テロも横行しておりますが、それに火に油を注ぐような動きが始まっております。まあ、立憲フォーラムでは、まあ、さっきの参議院選挙、まあ、改憲勢力3分の2と言われる中で、これから市民と改憲を企む、目論む勢力との長い、しかし決して負けることのない戦いが始まる、そんなスタートが今日だと思っております。そこで今日は講演の方は、半田茂さん、東京新聞の論説委員にお願いをいたしますと同時に、先の参議院選挙を戦い抜いて、そして勝ち抜いて国会に戻ってこられた、お三方と、そしてシールズのご案内にチラシにございますが、お名前を忘れちゃいけない諏訪原さんにご挨拶をいただくのですが、その前段の勝ち抜いた議員、駆けつけるはずの議員がちょっとまだ駆けつけておりませんので、トップバッターで申し訳ありませんが、シールズの諏訪原さんから、ごめんね、これはもうことの流れですから、よろしくお願いしたいと思います。お願いします。皆さんこんばんは、こんにちはいやー急すぎますね、びっくりしました私の方からはですね、まあ、参議院選挙を振り返って、まあ、これからどういうことを私たちはしていく必要があるんだろうかということについてお話をさせていただければと思います。個人的なお話からさせていただきますと、私たちにとってこの参院選というのは本当に大きな節目で、実はこの2年間ぐらいこれを目標に戦ってきたぐらいの、場所だったんですね。で、もともと私たちシールズっていうのは、まあ、ご存知の方はいらっしゃるかもしれないですけども、もともと特定秘密保護法に反対する学生有志の会というサスプルというものから始まっています。で、その時は特定秘密保護法を掲げ、そしてまあ去年のイメージですと、まあ、安保法案に対する反対のイメージっていうのはすごく強いと思うんですけれども、もともとその特定秘密保護法で初めて路上に立った2014年ですね、2014年の2月だったと思います。で、この時から私たちは明確に改憲に対する反対っていうのを実は念頭に置いて活動してきました。で、自民党改憲草案に基づく改憲だけは何としても防がないといけない、そのためには2016年の参院選で3分の2を自公の3分の2を阻止するっていうのを目標に掲げてきましたので、まあ、そういう意味ではここで大きな結果が私たちこれまでの活動について問われることになったんですけども、まあ、ご承知の通り結果は改憲勢力3分の2取るという結果になってしまいました。ただですね、まあ、いろんな方がいろんなところで話していると思われるんですけれども、まあ、実に3分の2取られたとは言っても実りある参院選だったんじゃないかというのは僕は思っています。まず一つはですね、まあ、この間やはり自民党改憲草案に対する危機感の高まり、まあ、これは非常に大きなものになってきました。で、実際改憲勢力と私たち呼んでいますけれども、これがまあ本当に一体になって動くかというところは非常に怪しいわけですね。それは自公ですから怪しいという状況の中で、これだけ自民党改憲草案に対する危機感が高まってきたという中で、公明党がどうも例えば本当に安倍さんがやりたいであろう9条の問題だとか、そういうところに彼らが突っ込んでいけるのかというと、まあ、そういう状況ではどうやらないだろうというところに来ました。で、そういう意味では、まあ、改憲、まあ、準備は整ったと言ってもいいのかもしれないけれども、逆に言うとこれだけ世論の反発がある中ではなかなか動けない、特に大阪維新なんてどういう動き方をするかわからないですけれども、まあ、自民党にひたすらついていくようなことっていうのは現実的にはありえないと思います。まあ、そういう結果になったということは、これは私たちにとって本当に大きな結果の一つではないかと思います。まあ、そして何よりやはりこの歴史に残る野党共闘ができたということが、やはりこれは一番大きいと思います。で、まあ、何か本当に危機的な事態があったときには、まあ、こういう形で大きく手を携えて、結集ができるのだと、それはまあ一つ歴史に残したという意味で、まあ、今回の参院選、これ非常に大きかったのではないかと思います。その野党共闘を後押ししたのは紛れもなく市民だったと私は思っています。そういう意味で野党と市民の共闘だということをこの間ずっと話してきたわけですけれども、まあ、これがまあうまく
今回の参院選、もちろん初めての挑戦でいろんな課題っていうのは見えてきたとは思うんですけれども、まあ、これができたっていうことが、まあ、この間の一番大きい出来事だったのではないかと思います。その上で私たちがこの間野党共闘と、いろんな形で皆さんとまあ一緒に声を上げてきたわけですけれども、まあ、それには個人的にはまあ3つの何というか実質的な効果っていうのを期待して私たちは野党共闘と叫んでました。で、一つは、きちんと今の政権に対して対立構造を作る必要があると。それはまあこの間参院選見ててもそうでしたけれども、やはり与党側っていうのは参院選になった時には争点を隠したがる。特に改憲の話だったり安保法の話はしたくない。で、そういう中でどういうふうに彼らと戦っていくか、もちろん生活のに密着したイシューで本当に戦っていくんだ、あるいはアベノミクス批判というもので戦っていくんだと、そういう発想もあったかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりこの間見てても分かる通り、自民党改憲草案、現政権が改憲することについては過半数が反対をしていると、安保法についても非常に世論の反発が強いという中では、まあ、一つこれを争点に据えるということが重要だったと思います。その意味で私たち自身が争点を作るために、なんでこんな事態が野党結集という事態が起こっているのか、その結節点は何なのかというところから争点を作っていくというのがまず一つありました。で、これについてはある程度できたのではないかと考えています。で、もう一つ、僕たちとしてやりたかったことは、やはり投票率をこれ上げないとどうしようもならないと。で、いくら結集したからといって組織票に簡単に勝てるかというとそうではないというときに、まあ、投票率というのは一つ大きな鍵になると思います。投票率を上げるためにいろんな方法があると思うんですけれども、やっぱり選挙が盛り上がるということは非常に重要ですよね。で、争点が分かりやすい選挙になるかどうかというのも重要です。で、争点が分かりやすい選挙というのは、まあ、これまでの選挙をずっと見ててもやっぱり投票率が上がっていると。そういう意味で2つ目のキーワードはやっぱり投票率を上げるということでした。で、これについては若干あったとしか言えない状況です。で、それはもう誰のせいということは言えないと思うんですけれども、実際参院選についてのニュースとかもなかなか、まあ、参院選の前というのは放送されませんでしたよね。で、そういう中で争点を作るということを私たちは、まあ、最善の努力はしたと思うんですけれども、もう一歩というところがやはり出なかったなと思っています。で、野党共闘するときの3つ目のキーワードは、僕は市民が大きく手を携えて戦えるということにあると思います。で、まあ、ご存知の通りやっぱり皆さんいろんなバックグラウンドがこの中でもあると思うんですけれども、まあ、安倍政権に反対している方っていうのは本当に、まあ、共産党の方もいれば社民党の方もいるし、生活の党の方もいれば民進党の、まあ、バックグラウンドを持つ人もいるし、あるいは、まあ、僕らもそうですけど本当に最近こういう運動に関わり始めたような人間もいます。で、そういう中でそれが党派制の戦いになってしまうと選挙戦えないだろうということで、やっぱり市民がまとまって戦うということが僕らにとっては一番重要なこととしてありました。で、これについてはかなり効果を発揮できたと思います。で、そういう意味では、まあ、野党共闘というものを、まあ、もちろん課題は残したわけですけれども、ご自身はこの方向性というのはこれからもっと今回出てきた課題というのをクリアすることによって、まあ、もっといい方向に進めていくことができると思いますし、それは実際に、まあ、今回の選挙では実際小選挙区で11勝つことができました。で、これは本当にすごいと思うんですよ。で、なんでかというと参院選の1人区というのは、まあ、こっち側からすると本当に不利な選挙区なわけなんですね。で、それはなぜかというと、まあ、そもそも小選挙区というものは、まあ、組織票が強ければそれは強いに決まってますよ。そんなところでなかなか勝てません。しかも特に1人区になっているところってどういうところかっていうと、まあ、比較的都市部ではないところですよね。で、そういうところっていうのは、まあ、従来の自民党が持っているような票がより強い形で反映されやすいと。そういうところで11勝てた。で、これはやっぱり大きな力を持っているなと思うんですけども、まあ、これからもっとこれを進化させて、まあ、次の衆院選はどういう形になるかまだわからないですけれども、大枠で方向性としては、まあ、これからも手を携えていきましょうっていうような感じになってますんで、まあ、この課題をいろいろクリアしながら、まあ、また結果をいろんな形で積み上げていければいいのかなと思います。で、その上でですね、まあ、ここには議員の方もいらっしゃいますし、まあ、市民の方っていうのもいらっしゃると思うんで、まあ、私から、まあ、双方に対して提案をしたいというか、まあ、これからの、まあ、これまでやってきたことを、進化させるということのと全く同じなんですけれども、やっぱりここで市民のがきちんと参加する形での選挙、あるいは政治参加というものを、まあ、より一層豊かなものにしていかないといけないなと。これがやっぱり課題だなと思いました。で、多くの方ももしかしたら同じような感想を抱いているかもしれないんですけれども、僕選挙期間中青森から鹿児島まで、まあ、いろんなところを回って、で、実際いろんな先端の人たちとも、お話をさせていただいたんですけれども、やっぱりまあ初めてのことっていうのもあって、市民の受け入れ体制っていうのはどこもなかなかうまくいってないっていうのが僕の率直な感想です。で、例えば、聞いた話なんですけど、
選対に行って何か やることありませんかと、やりたいんですと、ビラ配りでも少子相手もいてやらせてもらえませんかっていう話をしに行った人がいるらしいんですけども、いやまあそれはこっちでやるんで大丈夫ですみたいな形で、まあ、何もすることがないと言われてしまったみたいな話だったりとか、まあ、そういう話って皆さんの身近にたくさんあるんじゃないかと思うんですね。でやっぱりこういう体制っていうのをきちんと変えていかないといけない。例えば議員のホームページとか見ててもですよ、僕らあるこれは一人区のある野党統一候補の方のホームページ見てたら、まあ民主党って書いてあるわけですね。あれ民進党のやつじゃないのかで、そんなことが当たり前にあると、やっぱりそういう状況じゃないとダメだ、そういう状況ではやっぱりダメだと思うんですね。で興味持った人がまず最初に多分検索して調べてまず行くであろうホームページがそういう状況ではやっぱりいけないと思うし、まあ、もちろん政策書いて最近の活動状況とか書くのはもちろんですけど、例えばじゃあ選挙手伝いたいと思った人にはどういう参加の手段がありますよってそこで書くことができるわけじゃないですか。でやっぱりそういうことを地道にやっていったりだとか、あるいは選挙の時だけ選対事務所がオープンな場合になってそれで OK なのかと、そういうわけではないと思うんです。もちろん多くの地方の議員の方とかですと、まあ、そこに何かあった時にすぐ来てもらえるような体制を作っている方っていうのもいらっしゃると思うんですけども、やっぱりどこ見てても特に国政選挙だからっていうのはあったかもしれないんですけど、僕の皮膚感覚では非常にオープンな場になってないと。でそういう意味ではこれを普段からやっぱりオープンな場にしていく必要が僕はあると思っていて、そこでコミュニケーションを取りながら次どうやって戦いましょうか、あるいはそこで何かあった問題に対してどうやって、対応していきましょうかってことを普段からやり取りできるような場として、まあ、そういう事務所とかっていうものがあるといいなと僕自身は思いました。でこれ別に議員の皆さんにそうやれって言うだけじゃなくて、これ私たちの方からもこれって変えることできることの一つだと思うんですね。まあ、そういう形でまず受け入れ体制どうなってるんですかっていうことを聞いてみたりだとか、まあ、普段からなんか必要に応じてあげてもらえませんかとか、そういうことって言えると思うんです。でこれ言っていかないとやっぱりこれからの状況を考えると、まあ、やっぱり厳しいんだと思います。それはなんでかっていうと、まあ、どこの政党を見ていっても、どこの支持団体と言われるもの、労働組合だったりっていうのを見ていっても、どこの組織率っていうのはどんどん下がっていきますよね。でこれはもう時代の必然です。で高度の経済成長の以後ですね、移動が当たり前になって個人化都市化が進んだ社会の中で、いわゆる中間集団みたいなものっていうのがどんどん衰退していくっていうのは、これはもうどこの、地域見てもそうだし、どこの先進国見てもそうなんですよ。でそういう中でどういうふうに、私たちと一緒に、まあ、戦ってくれる仲間と言ってもいいかもしれないんですけど、そういう人たちに対して訴えかけをしていけるか、あるいはきちんと組織化していけるかっていうのは、どこの政党にとっても課題だと思います。で僕の記憶している限りは、まあ、民主党はかつて言ってた時にはですね、まあ、地方に根ざした政党としてきちんとやり直す必要があるっていうのは、いろんな人が言ってた話だと思うんですけども、それが果たして僕は根付いているのかっていうのがやっぱり疑問として残りました。でそれは政党に対して、まあ、そこはどうなんですかっていうのももちろんですし、まあ、僕たちの側も、まあ、そういうふうにしていきましょうよっていうことを積極的にやっぱり提案していかないといけないんだなっていうのは、この間、まあ、痛感したこととしてあります。で参院選終わってちょっと、まあ、東京都にいる皆さんはね、都知事選でまた始まっちゃったんであれかもしれないですけど、まあ、選挙が終わって、あ、一回終わったなっていうんじゃなくて、次の戦いに向けてやっぱりどういうふうにしていけばいいのかっていうのをやっぱり積極的に話していく必要があるんだと思います。でそういう意味で選対の事務所の在り方だったり、ホームページの在り方だったりっていうのは、私たちの方からどんどん提案できることってあると思うんで、これをどんどんやっていきましょうってことを、ここからは提案させていただきたいと思います。でですね、まあ、戦いこれからも長く続くわけですけれども、そういう意味で市民が主導していくっていう、そういう選挙っていうのを議員の皆さんたちと一緒に作っていくと、これを、まあ、これからもどんどん進めていければいいなと思います。そういうご提案をさせていただきまして、私からのお話とさせていただきます。ありがとうございました。すみません、頑張ったやっていただきました。まあ、さっきの去年のですね、安保法制の時もシールズの皆さんも彼らが頑張ってくれて、国会の内外が呼応する状況ができました。ここで今日の主催団体である立憲フォーラム、そして戦争させない選任委員会共催でございますが、立憲フォーラムの代表近藤昌一さんから熱い思いを、市民の思いを受け止めて、熱く皆さんに語らせていただきます。お願いします。皆さんこんにちは。今日もこうして多くの皆さんにお集まりをいただいたこと、まずもって感謝を申し上げたいと思います。ただいまご紹介をいただきました立憲フォーラムの代表を務めております衆議院議員の近藤昌一でございます。
本来ですと冒頭にですね、主催者でありますからご挨拶をするところだったんですけど、ちょっと順番が入れ違ったんですが、ただ逆に言うとですね、今諏訪原さんの話を聞きながら、その中に提案もありました。この選挙、さっきの参議院選挙を振り返ってですね、本当に残念だ、申し訳ないということでありますが、いわゆる改憲派、改憲派と言われる勢力、この議員が3分の2を超えた、本当に申し訳ない、そして残念であり、ただ一方でこれからしっかりとやっていかなくてはならない、こういう固い決意でいるわけであります。ただ今も諏訪原さんからもお話がありましたよ、やっぱりこの参議院の選挙30人あった1人、この中で全ての選挙区で野党の統一候補ができた、だからこそ、まあ、もちろんこの数に満足してるわけではありませんけども、11の選挙区で勝つことができたわけです。3年前を振り返れば、この1人区で野党は2議席しか勝つことができなかったわけであります。そうしたことを考える、また現在は大変に厳しい情勢ではありますけども、本当に多くの関係者の皆さんも非常に悔しい思い、残念な思いもあったと思うんですけども、野党の統一候補として東京都知事選挙も鳥越俊太郎さんに一本化があった、これもまたですね、厳しい中だけれども今までとは違った新たな展開が起きているんだ、そう思っております。そしてその中で今諏訪原さんから提案があった、やっぱりもっと開かれた選挙でなければならない、野党が一緒になるだけではなくて、もっともっと市民の皆さんと開かれて一緒にやっていく選挙だ、それそれは言葉だけではなくて、やはり具体的にですね、具体的な行動で一緒にやっていくためには何をやっていただけるのか、いえ、やっていただけるような形をしっかりと作っていく、そのことが大事だ。そしてまた引き続き、まあ、衆議院選挙がいつあるのかは分からないわけであります。年内にもあるのではないかとこういう人もいますし、まあでも3分の2あるわけだからしばらくはないだろうとこういう見方もあるわけでありますが、いずれにせよしっかりと野党が協力をして、また市民の皆さんと連帯をしていく、この方向でしっかりと進めていかなくてはならないと思っています。ただ本当に立憲フォーラムのメンバーも残念ながらこの参議院選挙で吉田忠智さん、あるいは田代薫さん、あるいは水岡俊一さん、議席を確保することができませんでした。また元職である今日もお見えでありますが、大河原さんも議席を獲得することができなかったわけであります。ただそうした悔しい残念な思いをこれからとしっかりとぶつけてまいりたいと思いますし、またそのためにもですね、現在進行中であります東京都知事選挙、ご承知の通り小池さんは日本会議の所属の方であります。またですね、ドアスターを名前を出せして増田さん、増田さん、増田さんはですね、東京電力の社外取締役だったわけではないですが、今回やっておこうとして都政を都民の手に取り戻す、こういうキャッチコピーがあるわけであります。まさしく自民党安倍政権が考えているあの憲法草案、皆さんご承知の通り国民主権ではない、国会権力を持っているものを縛る、そういう憲法であるはずなのに、この憲法にいえ保障権利は皆さんの保障はしますけども、こういう場合は制限しますよ、まさしく国民に皆さん一人一人を制限する、そういう憲法になっているわけです。そして都政でもそういうものがあった、そういうものを続けさせてならないんだ、まさしく一人一人都民に取り戻す選挙だと思っています。そういう意味でさまざまな課題があると思います。でもその一つ一つを力を合わせて乗り越えていくことで、結集していくことで、この立憲フォーラムの集会の後、国会前にまた集会があります。そこに鳥越俊太郎候補も参ります。皆さんの力で鳥越俊太郎さんを押し上げていただきたいと思います。どうぞそのことが都政でありますけど、今申し上げたように誰が主役なのか、国民が主役だ、一人一人が主役だ、そういう政治を取り戻す改憲の問題点につながっていると思います。そういう意味では何としても皆さんと力を合わせ、戦争させない選任委員会、そして立憲フォーラム、皆さん共に頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
日本フォーラム代表の近藤昌一さんでした。司会は私阿部智子で、順番は間違うわ、近藤さんは増田さんの名前を忘れるわ本当に暑さゆえとお許しをいただきたいですが、ここで間違わない辻元清美幹事長が来て、今日はもう都知事選の方の関係で、まあ、またご尽力いただいて、そして今日お尻も決まっていますけれども、ぜひ来てくださいましたので、辻元さんにご挨拶をお願いいたします。お願いします。皆様こんにちは。ご紹介いただきました、立憲フォーラム幹事長の辻元清美です。まあ、本当立憲フォーラム立ち上げてから、思い起こせばですね、安倍総理が憲法96条を変えると言い出したあの時から立ち上げまして、本当に多くの皆さんにご参集いただいて、ここまで来れたなというように思っております。先ほど近藤代表の方から話がございましたが、まあ一人区の戦いはすさまじかったです。皆様も選挙を何らかの形で関わっていただいた方もいらっしゃるかと思いますが、最後10人が接戦だったんです。まあ、1個取れなかったのは愛媛なんですが、例えば、投開票日の2日前かな、3日前かな、私が東京駅行ったんですね、応援、まあ、東北回ってましたよね。そしたら、うわ、えらい警備なんですよ。私はコロコロ持って一人で、誰や思ったら安倍総理がこう同じ新幹線乗るんですよ。ゲッとか思ってで一両前に乗ってはって、どこ行くんやろ、やっぱり東北行くんやなと、接戦のところ郡山で降りたら同じ郡山で降りるんですよ。そからですね、同じ、まあ、福島の選挙区の、それも近くの、私がやってる近くのスーパーでやるんですよ。向こうがお互いにガーッやって、でこっちやってたら、いや今安倍さんの聞いてこっちはしごきしてきたっておばちゃんがいたりですね、こっちの方がええやろってこっちやで、もう最後すさまじかったんですね。で小泉、まだ青森来ましたらですね、今日は誰来てんの言ったら、進次郎が来てるわ言うんですよ。負けるわけにはいかんということで、でそういう接戦のところは、小泉進次郎議員と安倍総理と安倍昭恵さんがですね、何回も入ってるわけです。何回もけど落とせなかったんですよ。10人のうちの11落とせなかったんですよ。私たち前線で戦ってきましたので、もうバチバチでやってるわけですけど、それでも11は最後の最後まで、まあ、総理一座、進次郎一座がですね回ったけど守りきったんですね。ですからこれをやっぱりですね、今回私はなんかシュンとするんじゃなくって3分の2取られてしまったとかじゃなくってですね、守りきったんだということをしっかり私たち、ポジティブに捉えていけたらいいなと思っているんですが、もう向こうは必死でしたよ。だって三重の決戦になったでしょ、岡田さんが余計なこと言うから余計ややこしになってしまって、言った直後に私三重入りましたけれども、安倍総理が来てですね、その三重の候補者の出身の高校の食堂でご飯を食べていくというような、もう本当に味付けがましい向こうも行為をしておりました。そういうような選挙だったんですね。けど、まあ、三重ももちろんなんとか守りきる。その時にやっぱりシールズを中心に若い人たちが、まあ、三重の候補者はどっちかというといかつよっちゃんなんだけど、周りをですね、若者が取り囲んで運動したっていうことが最後やっぱり勝敗を決めたというように私は思います。ですから最後の接戦の最後を勝ち抜けたのは市民の力なんですよ。これがなかったら全部やられてるか、10人の最後も集約されていった接戦が、そこの最後を押し上げたのは市民、若者、運動、市民運動の力だということを私は今日確認したいと思って来たんです。そうなんですよ。ですから皆さんの力が押し上げる。ですからこの力を今度は東京決戦ですよ。東京決戦。ですからこの東京決戦で最後になりますが、皆さん
いつも私がここで言ってることは何か、ただ一つ、電話かけ。いつも言ってるんですよ。お願いしますね。なんか拍手少ないな。お願いします。電話かけも、携帯電話を出していただいて、あーから全部かけないとダメなんです。あーから、あーから。で、あーからかけて、東京以外の人にも絶対東京に知り合いいるから、東京の知り合いに言ってやと。そしてさらに、あーからかけた人に、あんたも、あんたの携帯電話、あーからかけてくれ。これをここにいる全員がやったら、私は鳥越さんと取ると思います。それをやらなかったら負けるんですよ。で、やっぱりご本人大決断だったですよ。まあ、あの結果を見た翌日に大決断だったんですよ。それで、あのお年のことをよく言われるけど、じゃあ石原慎太郎は何だね、政策がどうのって、石原慎太郎なんやねん、何の政策語ってたんやって、しょうもないことばっかり言うてたやねん。だから最終的にはやっぱり人物だと思うんですね。ペラペラ政策喋っても、いろんな団体とつながりがあるとか、ややこしいうさんくさい人選んだらえらいことになりますんで、鳥越さんの後ろ盾は市民なんです。ですからこれは大首都決戦ですから、参議院選挙のその市民の力、それからその時3分の2取られて悔しいと思ってるそのもうその思いを全部ここで一緒にですねぶつけていけたらいいなと思います。思い出してくださいよ、石原時代を。嫌だったでしょ。ものすごい嫌だったでしょ。暗黒だったでしょ。だって教育なんですか、石原時代に東京の教育どうされたんですか。思い出してそれを全部今回の知事選にぶつけられればいいなというように思います。頑張りましょう。地元の清美幹事長から具体的な皆さんに今日宿題が出されましたので、どうかよろしくお願いします。さて今日の本当のゲスト半田茂さんもすでにお待ちでございますので、今大変南スーダン情勢もう本当に私たちに見えないところで何が起こっているか、自衛隊はこれからどのように国は扱おうとしているのかなどお話をいただきます。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。東京新聞の半田です。あれだけ国民の強い反発を受けたにもかかわらず、安全保障関連法は残念ながら3月29日からもうすでに施行されています。で、南スーダンで、今月に入ってキール大統領そしてマシャル副大統領との間で首都のジュバで戦闘状態に陥りました。現在、南スーダンのジュバには国連平和維持活動、道路を直すという役割のために陸上自衛官350人が派遣をされています。で、彼らは7月7日に外での活動を中断をして、そして宿営地のあるジュバの中のトンピン地区というところに今立てこもっています。で、その宿営地を守っているのは、自衛隊ではありません。今守っているのはルワンダ軍とそしてエチオピア軍、彼らが治安維持を担っている。で、自衛隊は道路を直すというような施設の復旧を担っている。役割分担があるわけですね。で、問題は首都ジュバにいる70名の日本人ですね。日本大使館員や JICA 国際協力機構の職員などがジュバにいるわけです。で、彼らをどうするか。で、私は安倍首相は先見の明があったのかな、すなわち今回国連平和維持活動協力法も改正をされてます。その中で駆けつけ警護ができるようになったんですね。今まではそれは武力行使になる恐れがあるからできないと言っていましたけれども、おととしの7月1日の閣議決定で参加5原則が維持されているような PKO、 そこに自衛隊が参加している限りは自衛隊の前には区
国や国に準じる組織は現れない、現れるかどうかは別にして現れないというふうに閣議決定したわけです。でその閣議決定に基づいて、まあ、去年安保法制ができた、 PKO 協力法も変わったんですね。で目の前に国や国中はいないのだから、国の組織である自衛隊が武力行使をしても憲法違反にはならないという理屈なんです。で駆けつけ警護ができるようになった。であれほど安倍さんも国民の理解は構っていない、認めるほど生煮えの安保法制でも作っておいてよかったなと一瞬思いました、まあ、ところがよく見てみると今派遣されている第十字隊という北海道の部隊には駆けつけ警護を任務として与えられていないんですね。でそれはなぜか皆さんご明察の通りで、参議院選挙に影響があるようなことはやめておこうと。だから法律をあれだけお急ぎで通したんだけれども7月の選挙で負けてしまったら身も蓋もないから、まあ、彼らには当面やらさないでおこうということで今回の部隊はその任務は与えられていないんです。それでもですね11日になって日本政府が重大な発表をしました。現地にいる70名を救出するために C-130 という輸送機を愛知県の小牧基地から3機派遣しますという発表したんです。でさらにはですね現地にいる70名については自衛隊の PKO 部隊が防弾車両に分乗をさせてその前後を自衛隊が挟み込んで安全に空港まで届ける。で空港に着いたらば待ち構えた C-130 で無事に救出をする、そういうことを日本政府は考えて発表したわけです。あれと駆けつけ警護できないはずじゃなかったのという疑問が浮かぶんですね。そしたら何のことはない今までの PKO 協力法の中に輸送という規定があるんですね。でその輸送の規定を使えばできるんだと。で実際に今までもルワンダの難民救援でも車両を奪われた石田を救出するために自衛隊が輸送という名目で彼らを駆けつけ警護しているわけですね。でさらに東ティモールの PKO でも同じように、早く私たちを運んでくださいというふうに危機を覚えた日本人や外国人をやはり輸送という名目で運んだ実績があるわけです。あのことはない駆けつけ警護なんて作らなくても今までの輸送で今回もできる、そう政府は判断してそして自衛隊に守りなさいという指示を出したわけですね。で日本人70名はどうなったでしょうか。それはですね13日の日にですね JICA の人たちが自分たちで民間のバスをチャーターをして、そしてさらに空港に民間のチャーター機を呼んで自力で脱出しちゃったんですで13日の日に運ばれた日本人は47名、でその他外国人も寄席があったんで46名、だから47名と46名、合計93名が無事に日本政府の手を一切借りることなく現地から脱出していったわけです。で C-130 がいつ着いたかというと翌日14日に着いたんですよ。これは JICA の皆さんからすればなんで自衛隊の都合に合わせなきゃいけないんだと、まあ、いち早く脱出できるもんならしたい、でさらに言えばジュバの空港に民間機が降り立っているわけですよね。軍用機は必要ないわけですよ。で結局じゃあ自衛隊は着いたんだけれども運ぶものがない、で外務省から頼まれてじゃあこれだけ運んでくださいということで日本大使館に4人だけ運ぶんですいいですか、これ90人以上乗れるんです C-130 と。しかも3機も派遣したんです。3日かけてアフリカのこのジブチというところまで行って待機をしている。で1機だけが南スーダンに行って6人の乗員が4人の日本人大使館員を90人以上の寄席を持って運んであげたわけです。で現在今何やってるかというと3機とも今ジブチで待機をしているんです。日本人なんですよ今、少なくとも日本大使館員の人たちは必要だから今残ってるわけ、ほとんどその必要がないし、さらに言えば自衛隊には駆けつけ警護の任務も与えていないのになぜか皆さんの税金でずっとあそこで待機をしている。
いうのが今の日本政府のやり方なんですね。で、民間機が無事に行けるようなところで、なんで自衛隊機を派遣する必要があったんだと、まずそういう大きな疑問が浮かぶわけだし、で、さらに言えば、日本政府はおそらく今回の南スーダンの案件を教訓として、11月に交代をする第11次隊、これは東北方面隊ですね、東北の部隊からは、おそらく駆けつけに警護の任務を与えます。で、そうすると今回輸送だけだったのが、いわゆる例えば日本人が拘束をされているような場面で自衛隊が武器を持っているそこに救出に行って、そして、確保することができる。ただですね、日本国憲法は何一つ今文章は変わってないし、でさらに言えば今回の PKO 協力法でもですね、駆けつけ警護で使える武器の使用基準というのは変わってないです。任務遂行のための武器使用という言葉は認められるようになったけれども、自衛隊が相手に対して機外射撃、相手の体に対して射撃ができるのはあくまでも正当防衛、緊急避難が成立してないといけないんです。相手が自衛隊に対して撃ってこない限りは自衛隊は相手に向かって撃てない。威嚇射撃をするか、あるいは足元の地べたに撃つかしかないんですね。だから早く相手が撃ってくれないと自分たち撃てないので、頼み撃ってよという話になって、そもそもね、自衛隊は軍隊じゃないのに軍隊と同じように先制射撃ができるような任務を与えていること自体がまず間違っている。だから大体そもそも駆けつけ警護なんてどこの国の軍隊がやってるんですかって話になるわけですよ。で、例えば2014年の7月にアメリカの海軍の中の世界最強の特殊部隊と言われているシールズって部隊なんですそういうのも言うけど、特殊部隊のシールズで、このシールズっていうのはウサマ・ビン・ラディンを発見して殺害した世界最強の部隊で、この人たちがシリアのイスラム国に拉致されていたアメリカ人ジャーナリストとその助手を救出するために現地に駆けつけ警護に行ったんです。で、ところが行ったらいるはずのところにこの2人いなかった。で、翌日インターネットのテレビに2人がオレンジ色の服を着て出てきて首を切られる。で、これ何が私は言いたいかというと、世界最強の特殊部隊であっても正確な情報がなければ駆けつけ警護はできないということなんです。で、我が国はどうですか。日本大使館にそれほどの能力がありますか。外務省や官邸の危機管理室にその能力がありますか。あるならばなぜ去年の1月にシールズに捕らえられた後藤健二さんと湯川春奈さんを救えなかったんですか。お二人の遺体がどこにあるか日本政府は今知ってるんですか。で、そういう情報が我が国には不足していることは明らかなんです。にもかかわらずこの駆けつけ警護はおそらく今年の11月の部隊から他国の軍隊と同じようにやりなさいということが言われる。で、さらに言えば自衛隊は専守防衛で守りの部隊に徹してきたはずじゃないですかと。で、そもそも駆けつけ警護みたいなことできるんですか。で、その能力にも大きな疑問符がつく。能力と情報がなくって何ができるんだっていう話です。だけども政府は今回建前上はできるということになっているわけですから、そのようなことがあったらやりなさいと言うかもしれない。そうすると拘束されている日本人や PKO の自衛隊員が危険な目に遭うかもしれない。僕はそれが年内にも起こるかもしれない、まあ、そんなふうに心配をしているわけです。で、さらにですね、自衛隊が大きく今度の安保法で変わるとすれば、私は一つはアメリカの大統領選挙の結果によっているだろうと思います。11月にはドナルド・トランプさんかもしくはヒラリー・クリントンさんのどちらかが大統領になる。で、トランプさんが大統領になるとあまりにも未知数が多すぎちゃって何が起きるか私にもよくわからない。ただですね、共和党が今 IS に対して何を主張しているか、現在アメリカはシリアとイラクで空爆の中心的な役割を担っています。無人機で爆弾を落としたり、あるいは攻撃機でミサイルを撃ったりをしている。で、共和党は地上軍の派遣を求めているわけですね。で、共和党のトランプさんが大統領になればそのことも当然検討対象になるだろうというふうに思われる。で、またですね、クリントンさんが大統領になったとしても
オバマさんが大統領になった時と今アメリカ議会の構成が違うんです。オバマさんが大統領になった時は上院も下院も民主党が多数だったのに、今は上院も下院も共和党が多数なんです。でヒラリーさんは議会の主張を全く無視するわけにはいかない。で共和党が地上部を派遣するということを決めた場合に、求めた場合にヒラリーさんがこれを無視できるかという問題が出てくると。でかつてですね、我が国はアメリカが始めたアフガン攻撃、これに対してはテロ対策特別措置法という法律を作って、インド洋に補給艦という軍艦を9年間にわたって派遣をしました。でまたアメリカがオバマ・フセイン政権が大量破壊兵器を隠し持っていると嘘をついて始めたイラク戦争についてはイラク特別措置法という法律を作って2年半にわたって陸上自衛隊をイラクに、5年間にわたって航空自衛隊をクウェートに派遣していました。これは任務と期間が明確になっている特別措置法だったんだけれど、今回安全保障関連法によって重要影響事態あるいは国際平和共同対処事態というような名目で自衛隊を恒久法でもってアメリカ軍などの後方支援に派遣することができるようになったわけです。例えばIS と戦うアメリカ軍、地上軍が派遣されているとします。で日本政府の今回の安保法を見るとですね、現に戦闘行為が行われている現場ではこれは自衛隊は活動できない、現場以外であればで、アメリカ軍の後方支援というのはアメリカ軍に対してアメリカ軍の武器や弾薬や燃料や食料を輸送してあげること、あるいは日本政府のお金で買った弾薬や食料や燃料を提供してあげること、これらがいずれもできるんです。以前の憲法解釈では武力行使の一体化なんてできないと言ってたことがほとんどできるようになる。でそうすると例えばアメリカ軍がここで戦争している、で安保法制に基づいて陸上自衛隊が現地に後方支援のために派遣されている、まあ、どんな事態になるかというと、まずアメリカ軍から自衛隊に電話があります。リンリンリンで自衛隊さん、昨日まではひどい戦闘だったけども今日は朝から静かだ、お宅の法律でいうところの現に戦闘行為は行われていないよ、だから武器弾薬燃料食料一式持ってきてちょうだいという電話がある。で自衛隊は勝ってんだと言って勇んで持って運んでいくわけですね。でもアメリカ軍と戦う相手から見ればアメリカ軍の戦闘を続けさせるために武器や弾薬や食料を持ってくる自衛隊は敵ですから、当然そこで自衛隊が攻撃対象になるんです。で去年の安保法案の議論の時に安倍首相は不思議なことに隊員のリスクは変わらないんですね。で戦闘が再開されたらば自衛隊は活動を中断するんです。でそこでピタッと止まる止まれば安全なわけで、それは狙い撃ちっていうんですよ首相というふうに言わざるを得ないわけですよね。で皆さん、あの太平洋戦争で日本海軍は、まあ、コテンパンにやられました。ミッドウェー海戦で4隻の空母を失ったりした。でもね、彼らアメリカ、日本海軍の死亡率というのは 17% だったんです。17%。ところが、海軍に徴用されて戦地に物を運んでいく民間船員、でこれはみんなアメリカの潜水艦の犠牲になって、死亡率 43% ですよ。要するに身構えて戦っている軍隊よりも補給のために長い距離を移動する軍隊や民間人の方が危ないってことなんです。でそれを今回やりなさい、でわざわざ去年4月27日にアメリカに安倍さんが行ってる間に日米ガイドラインを変えたわけですね。今までアメリカが日本の近くで戦争するときに憲法の枠の中、すなわち周辺事態でだけお手伝いしますよという決まりがあったにもかかわらず、わざわざアメリカに行ってこれからはアメリカが世界規模でどこで戦争しても自衛隊がどこまででもついていってはあなたのお手伝いをします、でさらに言えばその戦争が日本の存立危機事態に影響するならば、すなわち集団的自衛権の行使も厭わずに我々は武器を持って戦いますという約束をアメリカでしたんです。でした後に安保法制が閣議決定されて、そして国会上程されて4ヶ月足らずで通ったと。要するに
日米ガイドラインの中身を保障するのが安保法制で、アメリカに約束をしてきて安保法制まで施行している以上ですね、アメリカから我々の手伝いをしてくれと言って断る理由はないじゃないですか。断れないです。今まで特措法制まで作って協力してきたんだから、ガイドラインと安保法を盾に取られてこれはもう断れない。でまたですね、去年の国会の議論で仰天することが出てきましたね。自衛隊がもしアメリカ軍と戦ってる相手から拘束された場合に捕虜になれないんですよ。でなぜなれないかというと、日本はアメリカ軍のお手伝いをしているだけであって紛争当事国ではないんだと。紛争当事国でない限りはジュネーブ条約上の捕虜としての優遇措置が受けられない。岸田外務大臣がそう答弁したんです。で与党の席もざわめきましたよ。捕虜になれないんだと。捕虜になれないということは戦争が終わったら無事にあなたの国に返してあげますよというような、そういう待遇を受けられない。拘束した相手国の刑法で死刑になったり懲役刑になったりする恐れがあるということだ。またもう一つ驚くべきことに、自衛隊がアメリカ軍の後方支援をしていたとしても自分たちの身を守るために武器を使わなければいけないことが起きてきて、その時に毎日相手の民間人を殺害してしまったような場合には、今度は彼らが日本に帰ってきて刑法で殺人罪や傷害致死罪に問われる恐れがあるんです。これおかしいでしょ。日本の命令で、政府の命令で外国に行ってアメリカ軍のお手伝いをしていたら、いつの間にか相手国の刑法で裁かれたり、日本に戻ってきて日本の刑法で裁かれたりするんです。これなんでこんなことが起きるかといえばね、自衛隊は軍隊ではないからですよ。自衛隊は一般人でしかないからなんです。よその国の軍隊というのは例外なく軍法というのを持っている。で軍法の判断基準というのは軍務に忠実であるかどうかが、これが要するに違法合法の境目なんです。で軍の命令に従って任務遂行中に仮に相手を殺害したとしても、それは軍法で無罪になる可能性が多いんだ。でそれが自衛隊と軍隊のこの違いなんです。ところが安倍首相は自衛隊に軍隊と同じことをさせようとしてるから、そのような危機が生まれてくるということですよね。で現在千葉県でどなたか私知りませんけど、現職の自衛官が安保法制は違憲だと言って、で自分たちは日本という国を守るため、国民を守るためには危険を顧みずという制約はしたけども、外国のためにそんな戦争に行くなんて制約した覚えはないというふうに裁判に訴えかけています。ついに内部からもそういう声が出てきたということであります。もう一つ重大なのは、これは全く去年の安保国会でうやむやにされてしまったのが集団的自衛権の行使ですよね。存立危機事態といって、日本は攻撃を受けてないけれども他国の武力攻撃で日本の存立が脅かされるような場合には、自衛隊が他国を守るように見えるけれど、これは日本のための戦争なんだみたいな、わけわかんないな。であの時にね、いろんなことを 例として出たでしょ。で一昨年まではね、結構メジャーだったのが、お母さんと赤ちゃんとおかっぱ頭の女の子がアメリカの輸送艦に乗って帰ってくると。でこれを守れない、集団的自衛権の行使できないから自衛隊が守れないので、警護っていうところに罰が打ってあった。安倍さん、こんなことでいいんですか。ここに乗ってるのが皆さんのお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、あるいは子供たちかもしれない。このような人たちを今の日本政府は守ることができないです。これは大変なこっちゃ。でところがですね、辻元さんが日本アメリカ軍の軍艦に乗って日本人が過去一度でも運ばれたことがありますかと聞いたら、日本政府は一度もありませんと要するにないわけです。そもそも改定されたガイドラインでも、昔のガイドラインでも、このような事態が起きたらばアメリカ政府はアメリカ人、日本政府は日本人をそれぞれ責任を持って運ぶとしか書いてない。だからどうも部が悪いなと思って、このパネルはもう使わなくなった。で一つだけずっと去年言い続けてたのが、ホルムズ海峡の機雷除去ですね。でホルムズ海峡の内側にある湾岸諸国から
日本が石油の8割を買っている。これは本当です。でもしその石油がね、ホルムズ海峡が嫌いで封鎖されて入ってこなくなったらば、北海道で投資者が続出するかもしれません。北海道の人には大変失礼な例え話を安倍首相したんです。でこれもなんか考えてみると変だなと思うこといっぱいあるわけですよね。ホルムズ海峡を通らなければ石油は積み出せないの。そんなことないんですね。日本のお金でアラブ首長国連邦の中にパイプラインが引かれていて、でホルムズ海峡の外側から原油を積み出すことができる。またサウジアラビアなんかは黄海側に積み出し港があるので、必ずしもホルムズ海峡を通る必要はないわけです。でだとするとそんなことはおかしいんじゃないのって言っても、いやいやホルムズ海峡だって言ってた。でまたじゃあ石油って日本のエネルギー源の何パーセントなの。で資源エネルギー庁のデータを見ると、日本のエネルギーの2014年日本のエネルギーによるとですね、第1位っていうのはこれ液化天然ガスなんですね。でこれ LNG というやつで、これはどのくらいかというと 43.2% で、日本が買ってる相手国がオーストラリア、マレーシア、ロシアで、カタールが入ってる、湾岸国ちょっとだけ入ってる。でさらに第2位がこれ石炭なんですね。 30.3% これほとんどオーストラリアから買ってる。でいよいよ第3位に石油が来るんです。でこれ 13.7% でしかない。だとするとこのうちの8割が止まっても日本のエネルギーの1割が困るだけで、これで存立危機事態っていうのはちょっと言い過ぎじゃないの。いやそれでも安倍さん、いやいやホルムズ海峡から言い続けた。でまたですね、考えてみれば日本には石油備蓄法って法律があって、で民間備蓄で90日分、国家備蓄で110日分、産油国共同備蓄といって、産油国が2日分だけ日本に石油を貯めておいてくれてるわけ。とすると200日分ね、石油が一滴も入らなくても日本は石油不足にならないんです。それでも安倍さんはいやいやそんにホルムズ海峡がって言い続けてたのに、去年の9月19日強行採決されましたね。で17日に参議院でゴンズイ玉のようになって、小西さんが佐藤正久から応援あの日が9月の17日なんです。でその3日前の9月14日にですね、参議院の特別委員会でちょっと仰天するようなやり取りがあったんです。で質問に立ったのが山口那津男さん、公明党の山口さん。で山口さんが安倍首相に対して現在の国際情勢から見てホルムズ海峡が嫌いで封鎖されるような可能性あるんですかと。私今更何言ってるのかなと思って聞いてたら、安倍さんが答弁に立って現在の国際情勢から見てほとんど考えられない今までホルムズ海峡一本やりで通してきちゃったのに今更何言ってるの。でこれは簡単なんです。ホルムズ海峡を嫌いで封鎖する想定は核開発を続けていたイランを想定してたわけ。ところがね、イランは7月にもう主要6カ国との間で核査察で合意をして、そしてもう今年の1月実現しましたけども、経済封鎖が完全に解除されたわけです。でさらに言えばイランの大使が日本記者クラブで講演をして、そもそも我が国だってホルムズ海峡から石油を輸出してるんだと、自分の首を絞めるようなことがあるわけないじゃないかと激怒した。でなんでじゃあ9月14日になって日本政府が方向を変えたかというと、イランという国はね、天然ガスの埋蔵量で世界第1なんです。石油の埋蔵量で世界第4位、そして人口は8000万人もあるわけ。豊かな市場がそこに広がっていて、今年1月から解禁されることが分かっているから、欧米諸国がイランの方では始めてるのに、日本だけ国会でお前の国は悪い国だと言い続けていたらお前で来なくていいやって言われちゃうからそろそろどうかねと、そうですねお代官様みたいな形で、おそらくじゃあそろそろまともなこと言いますかと。でそうするとですね、現在じゃあどんな場面が存立危機事態に該当するかというと、総合的に判断する、この言葉しか今残ってないんです。要するに安倍首相のさじ加減というやつなんです。というと私が存立危機事態と言った時が存立危機事態だ、これが新しい判断だというようなことになる。だとすると全く今わからない。そうすると自衛隊にいつどんな場面でお前ら武器を持って米軍と共に戦えって言われるかどうかっていうのは、これは全く未知数だけど、確実に言えるのは今回安保法制が施行されて、で安倍首相が言うことが本当であれば、
日本を取り巻く安全保障環境はますます悪化しているわけですよ。だとすると日本を守る防衛資源の自衛隊を安保法制によってどんどん海外に出していく。で、日本の守りが手薄になればこれは守りきれない。何が起こるかといえば防衛費を増やして自衛官の数を増やしましょうということが当然出てくる。現に防衛省の OB の中で論客と言われているそういう方なんかは当然自衛隊の隊員数を増やしてもらわなければ困るということを新聞などで明快に語っていらっしゃる。で、そうするとですよ、我が国は自衛隊を増やして防衛費を増やし安保法制によって外国で武力行使する国になる。で、東アジアの国からどんな国に見えますか。あの国がいよいよ目を覚ましてしまったというふうに見えるんじゃないですか。そうすると各国が日本を警戒をして国防費を増やしたり日本に対して厳しい態度に出てくる恐れがあるんじゃないですか。だとするとこの安保法制というのは安倍さんが言うように日本をますます平和にする法律などではなく東アジア全体を不安定に陥れる天下の悪法だと言わざるを得ないということで、この後いろいろ言いたいこともありますけど、まあ、時間がないです、まあ、皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。お時間に入るまでいただきまして、で今日はあのチラシね、ちゃんと3人この参議院選挙で戦って勝った参議院、ニュー参議院議員が来るって書いたんですね。小川俊夫さん、小西ちゃん、小西洋介さん、そして前野由紀さん、まあ、あの正直言うと小川さんは今あの東京都知事選挙で放送中でありますので、ちょっと後から来るかもしれない外に。で、小西さんは来るぞ来るぞと言ってまだ来ない。あ、よかった。じゃあ小西さんから、小西さんからどうぞ。じゃあ、若い順お願いします。はい、こちらの方にいますね。選挙区の小西博之でございます。あの多くの皆様からご支援をいただきまして、あの厳しい選挙だったんですけれども、あのもう一度参議院に送り返していただきましたことを心からお願い申し上げます。本当にありがとうございました。送り返していただきました以上はこれまで通り信念を持って安倍政権を一日も早く倒す、あのそのためにあの皆様と共に全力で頑張らさせていただきたいと思います。すみません、今日純国もお願いしてですね、1枚白黒の紙をお配りさせていただいてるんですけども、ちょっと3分以内ということで3分以内ちょっと頑張ってあの皆様に連帯のご挨拶をさせていただきたいと思います。あの安倍総理、あの憲法改悪改正を仕掛けるともう宣言をいたしました。あえて申し上げます。私は今の状況で安倍総理から憲法改正を仕掛けられたら、昨年の安保法改の例、それを踏まえるともう止められないと思います。防ぐことができないと思います。なぜか昨年の安保国会、辻元先生をはじめですね、皆さん野党議員が総額総攻撃で質問をいたしました。憲法違反であること、また今半田先生がご説明いただいたホルムズ海峡のような事例は起こり得ない、これ立法事実がないと言ってます。これ違憲論点なんです。憲法違反の証明にもなるんです。そうしたことを野党議員みんなで証明いたしましたけれども、国会論戦の上では完全に安倍政権をノックアウトしてますけれども、ご案内の通り安倍総理は完全に答弁拒否なんです。聞かれたことに答えない、関係ないことをずらずら喋って時間稼ぎして逃げる。で、残念ながらマスコミの皆さんいらっしゃるけど申し訳ないですけれども、マスコミの皆さんも安倍総理の答弁拒否のせいも多々あるんでしょう。十分な報道をしてくれません。国民の皆さんにとって一番大事なことが届かない、こういう状況で憲法審査会を押し切られることになると思います。そして憲法審査会の後国民投票に持ち込まれたら、国民投票というのは公職選挙法とは別のルールなんです。無制限、何でもできる世界なんです。どんなにテレビコマーシャル打っても構わない、新聞広告どれだけやっても構わない、何億枚ビラを撒いても構わない。分かりやすい例で申し上げると、ティッシュ配れるんです。私選挙のために一生懸命千葉の各駅で私のビラ、私自身が配ります。受け取ってくれません。でも目の前でティッシュバンバン吐けます。
そのティッシュの中に小さな紙を入れて憲法改正やりましょうって紙を入れて配るの OK なんです。もう物流の線を会見派に仕掛けられたらもう止められないと思います。国民の皆さんがこの新しい憲法改正案の下でどんな恐ろしい法律が作られるのか、この憲法改正案の下でどんな恐ろしい行政権の自由の侵害が行われるのか、国民の皆さんが大事なことがわからないままにもう一気に憲法改正やられてしまうと思います。ですのでやられる前、この夏7月8月もうそれが唯一のチャンスだと思います。この4月8月に逆に安倍政権を倒しに行く、そのことをぜひ市民の皆さんと共にですね、一緒に頑張らせていただきたいと思います。じゃあどうやって倒すのっていうことなんですけども、この紙ですね、ちょっと時間がないのであれなんですけど、昭和解釈会見ですね、集団的自衛権を作った昭和47年政府見解の読み会っていう、これインチキなんですね。集団的自衛権を2年前安倍内閣は閣議決定で都市を可能にしましたけども、これ論理も何もない単なるインチキなんです。今から44年前に作られた昭和47年政府見解という古い政府の文書に集団的自衛権が合憲と書いてある。作られて40年間以上誰も気づかなかったんだけども、安倍内閣は合憲と書いてあることを発見したの。これが唯一の安倍総理の集団的自衛権の合憲の根拠なんです。で、これがその作った昭和47年政府見解を作った人たちが全否定をしている。なのでこんなインチキは到底成立しないってことは、もう衆議院に角先生はじめ参議院で私も頑張りましたけども、みんなで証明済みなんです。ところがこのことがまだ国民世論化されてないんです。ちょっと内容もこれ以上説明する時間ないんですけど、週刊金曜日6月の3日、これ読まれた方いらっしゃいますかね、6月3日のありがとうございます、特集組まれてますよね。これみんなで共有しましょう。週刊金曜日に許可いただいて、私のホームページで記事全文公開してますので、ぜひホームページから皆さんダウンロードしていただいてですね、安倍総理は単なるインチキで解釈会見やってるだけなんです。安倍総理が集団的自衛権を作り出した解釈変更、これには論議はないんです。単なるインチキペテンなんです。だったらこのインチキペテンを市民の皆さんと我々政治とマスコミの皆さんと、あと有識者の皆さん、みんなで声を上げる。そうすれば安倍包囲網が作れるんです。7月8月にで作ってどうするんでしょう。安倍総理は憲法審査会を開くって言ってますね。憲法審査会、しかし実はですね、憲法審査会は国会法という法律で2つの役割を与えられているんです。1つは憲法改正の原案そのもの、憲法改正案の案そのものを審議する役割で、もう1つは実は憲法審査会は日本国憲法そのもの、日本国憲法に今生じている問題そのものについて審議する役割が国会法という法律で与えられているんです。つまり分かりやすく言えば、憲法審査会は憲法違反を審議するための委員会でもあるんです。7月8月にみんなで国民世論を作って、よっしゃ憲法審査会開いてみろと、開いた瞬間にこの解釈会見の認識を野党が総攻撃して叩きのめしてやる安倍総理、その世論をですね作る、その最後のチャンスがこの4月8月なんです。最後の皆さん、今都知事選行われてますね。私も鳥越さん、前から仲良しなんで今全力で応援してます。じゃあなぜ都知事選行われているんでしょう。なぜ舛添都知事は辞職に追い込まれたんでしょう。選挙やってないですね。選挙やってなくても最高権力者を民主主義の社会で倒すことができるんです。なぜ舛添都知事が辞任に追い込まれたかというと、彼のインチキが国民の皆さん、市民の皆さんが知るところになったからです。なぜ知ったんでしょうか。マスコミが報道したからです。市民の皆さんが声を上げてマスコミが報道すれば、私たちの社会の市民社会の力で安倍総理という独裁者を倒すことはまだできるんです。やりましょう。ありがとうございます。やりましょう。ありがとうございます。最後にこの裏側、中学生の裏側、7月1日のこれ共同通信の社説級の記事です。タイトルだけ見てください。これさっき申し上げた昭和47年政府見解、週刊金曜日の特集のインチキが共同通信が書いてくれたんです。タイトル見てください。崩される立憲主義って書いてますね。揺らぐ立憲主義とかそんなじゃない、崩される立憲主義、危機感を持って投票って書いてますね。危機感を持って投票で、一番最後左署名記事、太田さんっていう社説を書く編集の名前がありますけど、その前ですね、
かつてない危機感を持って一票を投じなくてはならない。ここまで書いてるんです。7月1日参院選のど真ん中ですよ。マスコミが市民の皆さんが声を上げればここまで記事書いてくれるんです。共同通信書いてくれました。じゃあぜひ半田先生、あの東京新聞お願いいたします。拍手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 。朝日新聞と毎日新聞もみんな書いてもらいましょう。みんなの本を作って、東京新聞先生、東京新聞先生、田中さん、みんな野党議員で総攻撃して安倍政権倒しましょう。ここで倒せなかったら、もう二度と我々元に戻れないでしょ、社会で。最後、申し訳ない、一言だけ、最後ポイントはこういうことなんです。法治主義、民主主義を取り戻すんです。残念ながら我々の社会は憲法改正以前の社会なんです。私自身は憲法なんか全然変える人は全くないと変えたいかと思ってますよ。ただそれ以前なんです。憲法がよって立つ法治主義、人治、安倍総理の中ではなくて法治主義、そして民主主義、それ自体が否定されてるんです。それをまず取り戻す。でそれを破壊した安倍総理はまず退陣しろ。これをやるんです。これを7月8月みんなでやっていきましょう。我々は勝てる。頑張りましょう。ありがとうございました。今日の元気な本日いろいろか安倍総理の選挙でありますから、みんなで倒していきたいと思います。さてここで思いっきりテレビの真山といっても神奈川中を駆け抜けてぐん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 得票を伸ばして見事当選をさせていただきました真山雄一さん、ご挨拶をお願いいたします。どうも皆さんこんにちは、民進党の真山雄一です。私はあの例のですね、あの政党の関係で、議員を続けることができなくて公示の直前に1回辞職しています。で新しい参議院の任期が7月26日から始まりますので現在は無職でございます。無職の前田隆一です。本当にあの今回はですね全国比例というところからあの神奈川県選挙区に移りまして本当にあの激戦区と言われているところで、大変な戦いを自分でもや、まあ、本当にやってき、たなという今日はこうやってずっとですねあの自分の黒い顔ばっかり見てたんでこれこうやって会場の皆さんの顔見て皆さんも本当に色が白い人がいっぱい来てるなっていうそんな感じがあのするくらいいい日に焼けました。でも本当にあの皆様のご支援を得まして58万2172票、自分でも信じられないようなご支援をいただきました。本当にありがとうございました。私あの団体の支援も組織もないという中でこれはだから58万2000票余りというのはこれ本当にいわゆる、メディアで伝えている無党派層という方たちの応援だではないか、いわゆる市民の方たちの一票一票の積み重ねが58万2000票をやっぱりなってそれが力になるんだなという、私今回それを本当に自分自身の選挙戦で実感をしました。一票またいかに大事であるか、投票に行くことがいかに大事であるかということを本当に実感いたしました。で選挙期間中もですねやはり有権者の皆さんから言われたことは憲法を守ってくださいねという声をたくさんいただきました。私自身ももちろんそれを今回の公約にしておりますのでこれからもこれは本当にあの今あの半田さんのお話も小西さんのお話もありましたけれども私 もう命がけで安倍政権をなんとか潰さなくちゃいけないなというふうに思っております。で、私はあの実はもうご存知の方もいらっしゃると思いますが選挙期間中から、訴えてきたことは私は実はあのメディアの世界で仕事をしていた時に3回戦場の取材行ったことがある。でそれも十分記者じゃないんですね。どっちかの一方にまみらあの守られて取材をしたというわけじゃなくてまだ私の取材している当時もですねそれほどあのいわゆる大手のメディアが取材に行っても比較的戦場を自由に取材ができたということで一番最初がイラン・イラク戦争、そして2番目が、例のカンボジア紛争ですね。これはあの日本の自衛隊が初めて PKO に出たあの紛争です。そして3回目が 9.11 の、 あの世界同時多発テロの後、いわゆるテロとの戦いということでブッシュ大統領が始めたアフガン戦争、この3回戦場の取材に来ました。で何回か本当に命拾いをした、あここでもしかしたら前山雄一は死んでたんじゃないかなというようなことがいくつかありました。
で、そのアフガン戦争の時はまあ一番、その命からがらということがあったんですけれども、その当時まだ一番あのイスラム国っていうのはありませんでした。 IS がなくて一番のイスラムの過激派っていうのがアルカイーダだったんですね。で、私はそのアルカイーダの基地を取材するためにアフガンの山岳地帯を行ったところで彼らの検問所で捕まってしまったと。で、もう本当にカラシニコフを水平に構えられて、引き金引きゃもう私の体は蜂の巣になるんじゃないかという時に、彼らはお前たちは誰だというような問いがあったので、 We are Japanese TV crew とこの一言言ったら、よし行けと言われたという話を安倍さんにしたら、安倍さんは、いや、自衛隊が海外に行って戦争を始めたって、安全には変わりはありませんよというそういう答えをいただきました。どういうことでしょうか。ね、それはやっぱり、見事に今回その We are Japanese と言ったってやっぱりダメになってきてるっていうことがやはり証明されてます。9.11 あの頃はまだ We are Japanese といえば命は助かったかもしれないけれども、もうこれからはそんな言葉で、命を助けられるということはなくなってくる。これもう私は確信を持って、皆さんに言えることじゃないかなというふうに思っています。これからも安倍内閣の暴走、絶対にこれ止めないととんでもないことになります。残念ながら3分の2も訴えてきたけれども捉えてしまった。これから非常に厳しい状況ですけれども、先ほどお話ありました、やっぱり私たちが一生懸命、これから訴えていって、そして世論を作る、マスコミを動かす、これがとっても大事なことじゃないかというふうに思っていますので、皆さんと一緒にこれから命がけでこの憲法を守り、安倍政権の暴走をストップさせて、そして打倒していく、これを皆さんと一緒にやることをお約束いたしまして、今回私2期目、これが私の大きな使命だというふうにという皆さんにお約束をさせていただきます。本当にありがとうございました。ありがとうございました。彼にはもう一つの顔、原発ゼロ、脱原発でありますから、ご支援ありがとうございます。さて最後になります。戦争させない専任委員会、福山さんの方から、福山さんといえばこの間の安保法制でも、また野党統一候補のさ、みんなの力を合わせるためにもご尽力いただきましたので、行動提起お願いいたします。紹介をしていただきました戦争させない専任会総係の福山であります。時間があまりないということで簡単に行動提起をさせていただきたいと思います。私たちは参議院選挙全力で頑張りました。確かに憲法を変える3分の2の勢力を安倍は確保したかもしれません。しかし私たちは決して負けたわけではないでしょう。先ほどお話がありましたように、憲法改悪阻止で頑張った前山さんも、そして小西さんも当選させたじゃないですか。そして野党共闘で頑張った1人区、前回は2人しか通らなかったんですよ。しかし今回は11人当選させてるわけですね。私たちは野党共闘で頑張った、そして決して負けてはない、安倍の悪逆暴走に対して戦う陣地体制は確実に作ったと思うんですよね。そうだと思いませんか。そうでしょう。ぜひ引き続いて頑張っていきたいと思いますし、衆議院選挙野党共闘で頑張ったらもっと我々前進すると思います。頑張り合いをしたいと思います。先ほど辻元さんの方からお話がありました。東京決戦なんですよ。鳥越さんのスローガン、皆さん知ってますかね。住むによし、働くによし、環境によし、これ我々のスローガンでもあると思うんですね。住むによしとはどういうことか。東京は住みにくいです。交通状況一体どうなってるんだ、あるいは住宅政策どうなっててるんだ、福祉や社会保障政策どうなってるんだ。住むによしになってますか。絶対なってない。鳥越さんで住むによい東京を作りましょうよ。そうだ。そして働くによし、今の東京働くによしになってますか。非正規の労働者がどんどん増えていく、
低賃金の労働者がどんどん増えていく、無権利の労働者がどんどん増えていく、働きたくてもそれを保障する保育の体制がない、そういうのが今の東京でしょ。これを鳥越さんのスローガンのように住むによし、こういう東京をみんなで作ろうじゃないですか。そうでしょ。そして住むによし、働くによし、最後に環境によしですよ。昨日集会に私も参加させてもらいました。鳥越さん言ってました、最大の環境破壊は原発だ。だからそう言ったんですよ。ぜひ鳥越さんを当選をさせていく必要があるんじゃないかなというふうに思います。一方で私たちは統一して野党の候補を作り出すことができました。宇都宮さんには大変つらい苦しい決断だったと思うんですね。私もお話をさせてもらいました。一緒に泣きました。宇都宮さんはずっと努力をして準備もしてきたんですね。だけど今回野党共闘でやっぱり東京の知事はあの増田や小池なんかに渡してなるか、鳥越で勝ち取ろうよと、知事は野党共闘が勝ち取ろうよということで降りてくれたんだと思うんですね。そういう意味では私たちは宇都宮さんの思いも腹に決め込んで絶対今度の都知事選挙は勝たなければならないと思います。そうだ、そうでしょ。今回の機会ですね。それで市民連合なんですけれども、おとといですね、その鳥越さんを都知事に当選させようという市民団体がたくさんできております。その市民団体が一つになって市民連絡会を作りました。そして市民連絡会としていくつかのことをやろうと決めました。その中の最大のテーマはですね、7月の25日に東京の駅というのは600を超えてあるみたいですね。 JR の駅だとか私鉄の駅だとか、あるいはモノレールの駅だとか、そこでできるだけ多くの駅で鳥越さんのその都政を青い、このボードですね、みんなに都政を取り戻すと、このボードを持って、そして法廷ミラーを配りながら、そして鳥越を都知事に、鳥越に投票しようよというのを口頭で呼びかけたいなというふうに思っております。できたら25日はですね、300箇所のところでやりたいというふうに思ってますので、皆さん方も最寄りの駅でぜひ取り組んでいただきたいと思います。いろんな方々が取り組みますので、重なったりしたりする場合もあるかもしれませんけど、重なったら一緒にやってほしいなと思います。それを25日と29日に取り組みます。29日はもうほぼ全駅でやるというところまで広げていきたいなというふうに考えてますので、よろしくお願いをしたいなと思います。それともう一つはですね、22日に新宿の、すみません、新橋の SL 広場で鳥越さんを囲んでの大街頭集会をやりたいと思いますので、時間に余裕のある方、ぜひ18時半からやりますので、来てください。また26日にはですね、新宿の東南口で、26日の16時から鳥越さんを囲んでの集会、そして著名人を全部並べて応援演説もやってもらおうというふうに思ってますので、ぜひ皆さん方も参加をお願いをしたいなと思います。それと大変申し訳ないんですが、今回の都知事選挙を勝つというのはですね、いろいろ言われてますが、安倍の暴走を東京で止めるということだと思うんですね。東京都知事選挙に勝ったら、私たちが参議院選挙で作った陣地をさらに広げて、憲法改悪を阻止をする展望をさらに確かなものにすることができると思います。
私たち市民の力で、市民の手で安倍の暴走を止め、日本の素晴らしい憲法を守り、そして素晴らしい未来を子どもたちや孫や私たちのために作り上げたいと思います。共に頑張りましょう。ありがとうございました。6時半から総がかり行動の実行委員会が衆議院の第二議員会館前で行われます。福山さん、これも言うのかなと思っておりましたが、今日この後ですね、6時半もうすぐみんな行かなくっちゃ。で、最後のご案内ですけれど、出来たてふやふやかな、わかんないけれど、安倍会見を許さない Q&A というのが立憲フォーラム発行100円。このもう一つの憲法のあるこの社会を守るために、ノーサンキュー自民党会見草案100円販売をしております。ぜひお買い求めいただいて、これからも本当にこの戦いを最後まで皆さんと勝利したいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。政党法廃止、憲法対立の許可ない7.19総係国会議員会館前集会始めていきたいと思います。はい、それではまず、中立行動を反撃が足りないような大きな声で嘆きましょうじゃありませんか。こっちの方がなんか水があるから、ごめんごめん、いい、ありがとう、ありがとう、また頑張ります。どうも、こんばん
防衛委員会です。6時半のスタートと同時にドタブリが始まりましたけれども、しっかりと私たちの言うべきことを言い頑張って救済を成功させていきましょう。よーし、まず頑張る野党の皆さんから発言をいただきたいと思います。まず最初に総選挙です。民進党の枝野一郎さん、よろしくお願いします。福島瑞穂です。
参議院選挙が終わりました。東北をはじめとした1リストで候補者が当選をした、本当に良かったと思っています。ただ残念なのは改憲勢力が3分の2を占めてしまったことです。皆さん一緒に力を合わせて自民党日本国憲法改正草案のその声を全国津々浦々国会からも大きく発信していこうではありませんか。自民党の改憲草案、憲法ではありません。憲法は国家権力を縛るものなのに国民を縛るものになっています。緊急事態宣言状況もナチスドイツの国家事件法と同じではないでしょうか。憲法9条を変えて国防軍とし、そして世界中で戦争ができる、そんなことにも反対です。基本的人権を公益及び公の秩序で制限するとなったら基本的人権など紙くずみたいになってしまうではありませんか。ここにいらっしゃる全ての皆さん、みんなで自民党改憲草案にのその声を大きく大きく全国に広げて、何としても改憲阻止、発議を何としてもさせない、そのことを一緒にやっていこうではありませんか。そして2つ目、沖縄辺野古で抱えて今必死の戦いがなされています。国会前でもそうですが、全国で頑張る現地とつながってさらに頑張っていきたい、そう思っています。そして皆さん、枝野さんからもありました、栗越俊太郎さん頑張っています、社民党も一緒に頑張っていきたい、都政をまさに都民に取り戻す、そのことを一緒にやっていこうではありませんか。そんな中一緒に頑張っていきたい、そう思っています。参議院選挙が終わって初めての総がかり行動、私たちは憲法を生かしていく、憲法を守っていく、改憲草案にのその立場で日本の良さを、日本が戦後やってきた非核三原則、海外に武器を売らない、そして世界で戦争しない、そんな国であり続けるよう戦争法廃止法案を成立へ、そのことも含めて国会の内外で力を合わせて頑張ろう、そのことを心から申し上げ私の挨拶といたします。一緒に改憲阻止をやっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではですね、共産党の小池さんはちょっと到着が遅れてるようなので、先にですね、障害行動実行委員会のですね、公正団体からの代表挨拶をしたいと思います。それでは、選任委員会の内田さん、よろしくお願いします。こんばんは。戦争を絶たない選任委員会の内田です。一つである団体は三つの共闘だと言われております。一つはアジアの民衆との共闘です。今中国は全世界でやっていることはまさに1972年の日中共同声明第7項反覇権主義に反する行動であるわけです。そういう行動に対して集団的自衛権の行使を容認し安保法制で対処するのは、これは外交でも何でもない、そういうことによって喜ぶのは日中の文化祭であり、そして軍需産業であり、沖縄の米軍基地の固定化であるわけです。1989年に天安門で中国の民衆が共産党の政権に対して抗議の声を上げました。今もしそういうような抗議の声が上がったならば、私たちは中国共産党に対しては誰でも、中国の民衆に対しては信頼が生まれると思います。これを逆に考えれば、安倍政権が文化暴走を図ろうとも、私たちは一つだけの
こういう集会をすることがアジアの人々に対してどれだけ多くの勇気を与えているか、このことを私たちは確認しなければなりません。私たちの活動は平和資源であり、そして私たちの活動はアジアの民衆との共闘である。2つ目は視野との共闘です。安倍政権、戦後政策、安倍政権は一言で言えば命を大切にしない。2006年に安倍首相が書いた主張ではなかったんですが、美しい国という本の中で彼は命は確かに大切なものであるが、しかし時にはそれを投げ打ってでも守らねばならない価値がある。こういうことを考えたことはあるだろうか。こういうふうに言っております。お前にそんなことを言われたくない。政治家にそういう言葉を吐かせない。それが戦後の日本の出発点であったわけです。政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることもないようにすることを決意、それが戦後の出発点。その背景にはアジアで2000万人以上、日本で310万人の死者をもたらしたあの不毛無人の死の手をつけてあった人たちの声があるわけです。私たちはそういう人たちと、そして戦後の反戦平和運動になった先人たち、今はなき先人たち、そういう人たちの共闘であるわけです。三つ目はもうお分かりですね。私たちのこの思いを、戦争をさせない国を次の世代、子供や孫たちに伝える、つまり未来との共闘であるわけです。私たちの不足と安倍の戦いはアジアの民主党の共闘、シャトの共闘、未来との共闘、こういった確認をしながら私たちは活動を続けようじゃありませんか。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ここで東京都知事候補の堀越俊太郎さんがお越しになりましたのでご紹介します。皆さん、京都大学後輩のマック赤坂です。東京平和のために京都大学の伝統を頑張ってください。邪魔するな、邪魔してるじゃないか、どっか行け。関心いただければと思います。よろしくお願いします。皆さん、鳥越俊太郎でございます。北海道上にはアウンが差し込めております。残念ながらこれを私たちの力で突き払っていきましょう。昨年来日本の国にはもうもっと前からですが安倍政権が出現して以来、日本の国の空にはアウンが差し込めております。これは国民、東京都民が一人一人が立ち上がってこの暗雲を引き払って雨なんか降ってこないようにしなければいけない。皆さんはそのことどうですか。私の思い一緒にしていただけますか。よし、一緒の方手挙げください。私は東京都はですね、やはり日本の出発点であるというふうに思っています。東京都が変わらないと日本も変わらない。だから東京から日本を変える、これはいろんな方が言ってきましたけども、誰も実現しておりません。私は本気で東京から日本を変えるということを考え、今回選挙に出ることにいたしました。よし、東京はもちろんいろんな問題を抱えてます。大介護時代がもう到来することが目に見えているのかかわらず、介護の問題、福祉の問題はここに解決していない、そのまま放置されて、それから少子高齢化が進む中で少子化の問題は何だ。例えば少子化の問題、一番とことん進めていきますと待機児童の問題にぶつかるわけです。お母さんがお父さんが子供を産んでも育てられる、そういう環境になかなか東京都はなってない。したがってお母さん、とりわけお母さんがですね、働いて子供を育てていくというような環境にはない。
これをできるだけ早く、一刻も早く解決して、東京都では働きながら、仕事をしながら、そして子どもを育てられる、そういう環境に変えなければならないというふうに、私は固く信じておりますので、ここは真っ先に手をつけたい、それから私は住んでよし、働いてよし、環境によし、この3つの政策を揃えて、そして総合的に東京都政をやっていきたいと思っていますが、今、住んでよしの話をしましたが、もう一つ働いてよし、実は日本では格差が、東京都でもそうですが、格差がどんどん広がっています。日本はかつてその中流社会と言われて、世界でも珍しい、非常に格差の少ない社会と言われました。しかし最近、ここ10年、15年の自民党の政権、まあ、その間にちょっと自主党の政権もありますけども、残念ながら格差はどんどん広がるばかりです。おそらく今、非正規の労働者、非正規ので働いている人たちがですね、賃金で言えば、おそらく、半分、まあ、実際には4割ぐらいの非正規の働く人たちがいて、その人たちの報酬は、おそらく正規の人の、半分、まあ、そういう状況になっている、そういう状況は変えていかないと、暮らしは成り立ちません。ぜひその辺もです、ね、これはもちろん国の問題でもあります。例えば平均最低賃金、それから時給の問題というのはですね、東京都だけでは解決はつきません。もちろん国と話し合いをしていかなきゃならないわけですけども、ぜひ、東京から格差をなくす、そしてこれを日本全体に広げていく、そういうことを一緒にやりたいと思います。いかがですか。そして最後に、私は東京都は平和と憲法、非核を核を放棄する、そういう都市でありたい。1に平和、2に憲法、3に脱原発、この3つをですね、実現していきたいと思います。平和な都市であるということをはっきりと世界中に示す、それから、憲法を守る東京都であるということを世界中、日本中だけじゃなく世界中にメッセージを私は発信したいと思います。そして3つ目はですね、日本は広島、長崎という数の被害を受けましたけれども、実は皆さんはご存知のように福島でも核の被害を受けているわけです。じゃなくて私、東京、日本は3度の核の被害を受けています。じゃなくて東京とは、私は東京、日本全国で、まあ、非核都市宣言をしているところはいくつかありますけれども、残念ながら東京とは平和都市宣言はしておりますけど、非核都市宣言はしておりません。ぜひ東京とは核で、核はいらない、これは原子爆弾の核だけではありません。原発の核です、立派な核です。したがって非核都市宣言を東京とは、まず私は最初にこれをやりたい。そして日本中に東京とは非核都市宣言したよ、そして世界中の皆さんに東京とはこういう非核都市宣言をやった、そういう世界でも先駆けた大変素晴らしい都市であるということを世界中に発信していきたい。あのアメリカのオバマさんがプラハで核なき世界を語っただけでノーベル賞をもらいました。語っただけでノーベル賞をもらうんだったら、私は非核都市宣言を宣言して何の賞は言いませんけど、ぜひそれをやりたいと思っている。まあこういう時は申し上げましたけれども、そういうことをやるためには皆さん方と一緒に同じ目線で東京都政をみんなの手に取り戻しながら一歩一歩進んでいかなか、進んでいかなければなりません。ぜひ皆さんと共に歩みを進めたい、一緒に歩みたい、そういうことを訴えて、最後に皆さんと共に力を合わせ、声を合わせて、一つ最後に一緒にご唱和願いたいと思います。一緒に東京を作りましょう。いいですか。一緒に新しい東京を作りましょうと申し上げます。それでは行きます。いいですか。
東京を新しい東京に加油頑張ってください、この子さん。京都大学の先輩として頑張ってください。こちらの岸原さんと一緒にゴールをもう一度、この頑張る鳥丸さんを支える大きな大きなゴールを上げていきましょう。お願いします。それでは皆さん、必ず勝ち抜いてまいりましょう。よっしゃ、みんなの力で必ず勝利、みんなの力で必ず勝利、それでは、この市民連合、この間野党共闘を推進し、今回の都知事、候補、鳥越さんもこれから政策協定を結ぼうとしております。その市民連合の山口二郎さんからご発言をいただきたいと思います。皆さんこんばんは。市民連合の山口です。国防戦の戦いから1年、参議院選挙ちょっと残念な結果には終わりましたが、なんとか我々憲法民主主義を守る勢力は土壇場で踏ん張ることができたと思います。32の1議員制で野党結集がない11の点で勝ちました。これも本当に皆さん方、安保法制反対運動以来ずっと野党結集を求め、野党の背中を押してきた市民の力の賜物だと私も本当に感謝したいと思います。早速続いて東京都知事選挙が行われております。この選挙、まさに憲法を守る戦いそのものです。残念ながらこの東京では石原慎太郎以来、人権無視、差別を公然と語るような非常識な人物が補正を進めてきてしまいました。そして学校では自由が失われ、そして中国とも無用な圧力を自治体が作り出すというようなとんでもないことまで起こりました。今回の都知事選挙ではヘイトスピーチを公然とわめく、とんでもない人物や有力な候補の中にも復興会議などとのつながりがある極右の候補が立っており、私たちは人間の尊厳、基本的人権、憲法を守る戦いとして、何としてもこの都知事選挙に勝ち抜かなければなりません。みんなの力で鳥越さんを勝たせることこそ、今この局面で憲法を守るための最大の力となるんです。どうか皆さん、参議院一日の投票日まで共に全力を尽くして鳥越さんの勝利に向けて頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。よっしゃ、ありがとうございます。市民連合はこの後、鳥越さんと、この政策協定を結びに参りますので、どうぞ、皆さん、注目、そしてこの、動きを、ぜひぜひ多くの人に広げていただきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。日本共産党の小池晃です。今まで浅草で鳥越俊太郎さん勝利のための集会をやって、そこから駆けつけました。皆さん、
あの選挙の開票の直後に安倍政権が一体何をやったか、沖縄の高いのあの皆さんが抵抗している中で工事を強行する、そんなことやった。絶対に許すわけにいかないんじゃないでしょうか。沖縄では自民党の国会議員は一人もいなくなったんです。大臣も落選させなんです。ところがその選挙の開票をやってる最中、朝の6時にヘリパッドの工事を強行する安倍政権というのが民主主義の欠片も分かってない人たちだということがはっきりしたのではないでしょうか。国会議員は憲法を守らなきゃいけないんです。憲法違反の法律作っちゃいけないんです。選挙の結果に耳を傾けなきゃいけないんです。ところが安倍政権は、安倍首相は自分が最高責任者だと言って何でもかんでも強硬的に押し通す、これは民主主義ではありません。国産政治というわけはないじゃないですか。皆さん、この安倍政権にスーダーを与える絶好の機会が今度の東京都知事選挙です。鳥越俊太郎さん、今も浅草公会堂で革新都政作る会の集会で訴えました。憲法を守り生かす都政を作るんだという力強い挨拶をされました。皆さん、東京こそ憲法がないがしろにされてきた。教育が破壊され、住民の自治が破壊され、住民の福祉が破壊されてきた。東京でこそ憲法を生かす政治が必要ではありませんか。自民党は国政と憲法は関係ないと言ってとんでもありません。改憲を現実の政治日程に乗せている、こういう中で首都東京の代表を選ぶ選挙はまさに憲法を守るのかどうかが最大の焦点になるではありませんか。戦争する国に向かってしまえば、都民の日本の圧倒的多数1割を占める都民の命と暮らしが脅かされる、都民の命を守るために憲法を守ると言える、そういう都知事を選ばなければいけないじゃありませんか。地方自治は憲法によって支えられている。この憲法を守り都政に生かすということを言える都知事の最低限の責務ではないでしょうか。皆さん、今度の選挙は安倍首相と一緒に憲法を壊す知事を選ぶのか、それとも安倍首相に対してダメなものはダメだと都民の立場で物を言える人を選ぶのかどうかが問われる、そういう選挙になってまいりました。安倍改憲策動を打ち破る、そのために東京都知事選挙、どうか皆さんのお力で鳥越俊太郎さんを勝たせていただきたい。そして救助を改憲止めさせましょう。戦争する国に向かう安倍首相の野望を住民の力で、市民の力で、野党と市民の共闘の力で打ち破ろう。このことを最後に心から呼びかけて、日本共産党、私小池晃のご挨拶とさせていただきます。日本が出てきました。必ずこの戦い勝利をしようではありませんか。ありがとうございました。ありがとうございました。戦争法廃止、そして憲法改悪を許さないということで、頑張る野党の皆さん、これからも、共にこの市民運動の力と結びついて、この廃止を勝ち取るまで頑張っていきましょう。それではさらに順番が変わりましたけれども、次に救助、を壊すな実行委員会から高田さん発言をお願いします。頑張れ。皆さん、こんばんは。こんばんは。9月19日からちょうど10ヶ月なんですよね。あっという間に実際を抜け出します。この10ヶ月、私たちは9月19日を絶対に忘れないということで、全国で行動しながら、この国会の中でも10日行動を続けてきました。全国を廃止、絶対に廃止する、自衛隊の海外での武力行使を絶対に許さない、
そうした決意を込めてこの10ヶ月戦い抜いてきました。そして今までに私たちは市民連合を決定し、参議院選挙に積極的に市民の側から参加する、私たち自身が政治に参加していく、そうした新しい戦いをやったと思います。その結果どうだったでしょうか。確かに32の1人区で当選したのは11人です。しかし皆さん、市民連合と野党4党のこの結束した戦いがあったことからこそ、前回の参議院選挙を大きく超えて、今日安倍内閣の審査を寒から決めているんだと思います。聞くところでは、自民党の中でどうしてこんなに取られてしまったのか、人権な反省が必要だ、安倍さんはああいう劣化顔をしてますけれども、実際のところどうしてこうなったか悔しがってるんだと思います。私たちは今回の戦い、3分の2を改憲勢力に取らせないということでやってきた。しかしならば3分の2は取られた。しかし確実に次の戦いを、共闘法を私たちは今回の参議院選挙で確保したと思います。そして今この4党と市民の戦いが、今鳥越さんのご挨拶にもあったように、東京都知事選挙の真っ最中、そこにストレートに引き継がれていると思います。この東京都知事選挙、単に東京の戦いではなくなっています。思い出します、昔ストップが勝とうという戦いを東京都民はやりました。予備知事を押し立てて、そして佐藤首相に対して対抗して戦った。今私たちは鳥越さんを押し立てて、安倍内閣の改憲暴走に全力を挙げて立ち向かっている最中だと思います。全国の皆さんがこの戦いを注目しています。あの重点地区から10ヶ月の今日、改めて皆さんと決意を固め合いたいと思います。必ず東京都知事選挙、鳥越勝利を私たちは何としても戦い通り、そういうことを皆さんに訴えたいと思います。残った日にちあんまりありませんけれども、全力を挙げて必ず安倍政権の改憲暴走に反対し、この間長期にわたる東京都政の腐敗を許さず、新しい鳥越さんを中心とした新しい都政を実現するために、お互いに全力を挙げて頑張りたいと思います。安倍の中の今日の行動、そのためにもう一度行きたいと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続きまして、憲法共同センターの西田さんからお発言をお願いいたします。皆さんお疲れ様です。ただいまご紹介いただきました、共同センター、自由放送団、事務局長を務めて弁護士の西田と申します。今日は主催者を、代表して皆さんの方に2つだけ、ご説明して申し上げて挨拶を返させていただきたいと思います。一つは、確かに参議院選挙の結果、衆参両議員で改憲派が3分の2を超えたと言われていますが、しかしだからといって安保法制が正当化されたわけではないということ。2つ目、これは1つ目と矛盾するように聞こえるかもしれませんが、私たちは少数派ではない、このこと2つをお伝えしたいと思います。1つ目、確かに参議院選挙の結果、衆参両院で改憲派が3分の2を超えたというふうに言われています。しかしだからといって安保法制が正当化されたわけではありません。安保法制は立憲主義に反する法律です。絶対に廃止されなければなりません。ご存知だと思いますが、日本弁護士連合会をはじめ、原則として都道府県ごとにある弁護会、全国各地の50を超える弁護士会、その全てにおいて安保法制が違憲であるという決議がされております。これは極めて異常なことです。なぜ異常か、皆さんご存知かどうか分かりませんが、弁護士という生き物は、その8割は身勝手かひねくれ、もしくはその両方の性質を備えています。そのきちんとした調査をしたわけではございませんが、私の感覚では8割を超える、私も含めて8割を超えるのは間違いありません。そういった
身勝手、ひねくれ、もしくはその両方の性質を集めた者が全会一致で違憲だというふうに意見を表明する。これはもはや思想や政治的立場、そして個人の性格というものを超えて法律家として、法律は憲法に反してはならないという信念、正義を貫いたからです。ここに憲法を変えれば違憲じゃなくなるからいいではないか、こんな甘い気持ちはございません。間違っているものは間違っているわけです。それを探すのに少数派も多数派もありません。皆さんは間違っていません。ここに正義がある、それを忘れないでください。2つ目、一つ目と矛盾するように聞こえるかもしれませんが、私たちは本当は少数派ではありません。国会の議員数では少数派かもしれませんが、 NHK の出口調査ですら改憲派が減り、反対派が増加したという結果が出ていました。国民は平和を求めています。そもそも日本の小選挙区制という選挙制度は民意が反映されない悪い選挙制度です。私の把握している限りだと世界で2番目に悪い選挙制度。一番ひどいのは兵士がですね、銃を持って選挙の、あの投票口に構えている選挙、その次ぐらいに日本の小選挙区制度というのは悪い制度だと私は思っています。感覚として全然違うんじゃないかとおっしゃる方いらっしゃるかもしれません。確かに感覚では違うかもしれませんが、民意を反映していないというところでは、全く一緒だと思います。でその一番ひどいと思った選挙では、98% の市民の賛同を得たと、当時の軍事政権の首脳が言っていましたが、今回、真実の争点を隠したまま、54% の投票率で 39% の得票を得ただけで、民意を得た、などと公言している安倍首相は、大した差がありません。私はこの19日行動にずっと参加していますが、大変いい言葉を聞かせてもらったことがあります。諦めるのを諦めた。もしかしたら皆さんの中に今回の選挙の結果に絶望して諦めかけている人がいるかもしれません。私も弁護士として国を被告とする裁判や刑事裁判などで負けまくっている経験がございます。無罪を信じた自分の被告人が無期懲役を食らった時、私は刑事裁判に絶望して、もう刑事弁護を受けるのをやめようと落ち込んだこともあります。ただ私のような一弁護士が刑事裁判を抗議を込めて弁護にやめたところで、何一つ世の中は変わりません。皆さんも一緒です。抗議の意味で平和を求める活動を、平和を求める運動を諦めたところで、世の中は何一つ変わりません。選挙の結果はどうであれ、平和を求める国民は多数派です。今はその国民に私たちの声が正しく届いていないだけです。平和を求める気持ちで最後の最後まであがいてください。参院選は数で負けましたが、総選挙、解散総選挙があります。解散総選挙で負けても国民投票があります。国民投票で負けてもその後憲法の再改正があります。平和を失われる最後の最後まで平和を訴えて戦いましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。それでは質疑コールをもう一度上げていきましょう。石山さんお願いします。それでは雨も降りました、コールを上げていきましょう。戦争法は必ず廃止、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 戦争する国絶対反対、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 戦争法の発動を止めよう、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 戦争法は憲法違反、戦争法は憲法違反、辺野古に基地は作らせ
緊迫する社会の状況についてお話をいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。先月の6月19日は私たちは皆さんと一緒に国会の正門前で、元アメリカ海兵隊による女性殺害事件を中断し、沖縄から全海兵隊を撤退するというふうな訴えをさせていただきました。そしてこの間には参議院選挙がありました。本当はこの場で私たちオール沖縄が推薦する宮良一さんが、あの沖縄担当省島尻愛子に10万6400票の大差をつけて勝利をしたという報告を、本当はこの場でやりたいんですけども、ところが今沖縄は奮起をしていますか。では安倍政権による沖縄の弾圧が始まっています。そして10月の投票日の翌日朝5時、機動隊そして警察が障壁を作り、高井のメインゲートというのがあるんですけども、高井のメインゲートを制圧をし、そこからヘリパッドの建設に向けた工事関係の車両、そして資材や資材を搬入するというふうな方向に出ました。私たちは直ちに沖縄の皆さんは、そして高井の皆さんは直ちにその場に撤収をし、反対運動を続けています。そして今現在も戦いに来ています。今警察は500人、そして500人を上回る、例えば沖縄の金曜日朝日放送の報道によると1000人の機動隊警察が沖縄に弾圧に来るというふうなことが報道されています。そしてこれは明日この警察暴力団が沖縄に押し上げるということが言われています。しかし私たちはこの戦いの戦いは今非常に厳しい状況には立たれていますけれども、しかし私たちこの間戦ってきた沖縄の民意、そして選挙で示された沖縄の意思、これは決して打ち切ることなく最後まで戦い抜こうとしよう。そして今安倍政権は沖縄で自民党関係の衆参の国会議員はゼロです。そのことを受けて今までは沖縄に対する融和政策をいろんな形でやってきました。ところがこの参議院選挙を受けて一定して弾圧体制に入っています。沖縄に石を作らせていきません。辺野古に石を作らせていきません。この高井ではレビオンというところに2機のヘルパッドが建設されています。全体で6機を建設すると言われています。
この日記の一番高い集落、高い集落で一番近いところにあります。集落から400メートルぐらいのところに、ヘリパッドが2機あります。今は6月の下旬、ここで、オスプレイの訓練飛行が行われ、このなんと10時以降もオスプレイが飛び出すと、3機同時に飛び出すということが日常的に行われています。そのために高江の小中学校に通っている児童生徒は睡眠不足のために学校を欠席せざるを得ないというところで、このコスプレイの双方被害が広がっています。私たちは子どもたちの教育権を守らなきゃいけません。安倍政権から子どもたちの人権、そして教育を守らなきゃいけません。そういう戦いが今高江の中で展開をされています。そしてこの弾圧では、私たち沖縄の側から見れば、1879年に当時の蓮田宇宙基地というその琉球処分官というのが沖縄に、来まして、地位として来まして、その時熊本の鎮台から600名の軍隊と警察を引き連れて沖縄に来て、沖縄の琉球、当時の琉球国を併合するということをしました。今この事態というのは、時代は変わりしろ、今安倍政権が沖縄にやろうとしている、そのことは国家権力に果てしくもの、国家権力に異を唱えるもの、そしてにもかかわらず沖縄の民意が選挙という民主義を据えてここまではっきり示されているにもかかわらず、それを根こそぎ潰しているということに行いません。私たちはこういうことは絶対にしません。これは沖縄だけの問題ではありません。一つの地方自治体、沖縄がそうやって権力の前に蹂躙されてはいけません。これは皆さんの、そして大和の皆さんのそれぞれの大きな課題でもあると思います。こういう中で今高江、そして辺野古ではいろんな形で戦いの準備が始まります。そして、21日から具体的に工事が、本体工事が着工されるというふうに言われています。そして同時に辺野古にも陸上部分の工事が開始されると言われています。そしてもう一つは辺野古の若い同行の中で今若いを受けて工事が停止をしていますけれども、この停止して自制市に対して国地方係争委員会とありまして、これは総務省の中にある第三者ですけれども、それが自制市埋め立て承認を取り消せるという自制国側の自制市ですけれども、そのことを受けて国地方の係争委員会は、結論を出さないと、今結論を出す非常にもっと根本的に話し合い協議する必要があるということで、一定程度のそういう結論を出しました。それを受けて沖縄県は今、21日までに、今月の21日までに係争するかどうかという期限ですけれども、沖縄県としてはもっと話し合い協議をしていきたいということを言っているにもかかわらず、日本政府は、21日以降ですね、22日になると思うんですけども、提訴をすると、違法確認訴訟で提訴をするというふうに言っています。これはある面では裁判を使ってこの、工事中止期間をなるべくなくして、で、本体工事を進めるというふうに狙っているにしません。いずれにしてもこの機動隊の沖縄に対する大量の派遣、そして動員というと、このこれから始まる高江の戦い、そして辺野古での戦い、
そして裁判所という形で今沖縄では沖縄に対して安倍政権はさまざまな形を作って権力を使って沖縄を潰すというふうにやられています。私たちはこういうことは絶対にしません。そして皆さんはぜひ今高井では一人でも二人でも支援者が不調になっています。ぜひ高井に行ってください。そして同時に皆さんの周りで沖縄高井ではこういう状況が起こっているということをぜひ知らせてください。そしてそれが初めては一つの線を作り沖縄の戦い、高井の戦い、そして辺野古の戦いを支える一つになります。ぜひ共に頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。本当の報道ではあまりわからないかもしれませんけど、今市民がですね、ツイッターやフェイスブック、いろんな形で報道しています、お知らせしています。また、沖縄の西、このマスコミ西もですね、ネットなどでたくさん、情報を流していますので、皆さんぜひですね、注目していただいて、この高井の動き絶対許さんということで、共に連帯戦うということを、皆さんに伝えたいと思います。そして今、法律の専門家と市民が一致になって、この戦争法の違憲訴訟を戦っています。この安保法制違憲訴訟の会から杉浦仁美弁護士、ご発言をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは。安保法制違憲訴訟の会東京弁護団の杉浦仁美です。今この選挙が2つ重なっているこの動きとこの安保訴訟、考えてみると、あちこちで噴火している、盛り上がっている選挙とともに、私たちのこの訴訟というのは、地下深くマグマの深さが力を受けて流れている、なんかこんな構図かという気がしています。違憲だったということは、皆さんももうお承知の通り、という通りに違反する集団的自衛権、そして議会の中では、何の質問にも答えない手続き違反、あるいは聴取不能の中での委員会の通過、手続きの違反、こんな違憲のあった法律です。そしてこの法律を司法で争おうと私たち弁護士は立ち上がりました。多くの市民の方たちも原告になって今この裁判が始まりました。この裁判、実は法律を争う裁判、実質そのようなものですので非常に難しいんですけれども、今この国の中で実はこの司法の判断というのが非常に重要になってきていると思います。と言いますのは、法律ができるときには実は事前に内閣法制局での事実上のチェックが昔はありました。そしてできた後は裁判所の審査がありました。これを分かりやすく説明するために、専門の虎と黄金の狼、2つのチェックがあると私は皆さんに説明してきました。ところがご存知の通り、禁じ手で内閣法制局長官の首を突き替え、専門の虎は専門の猫になってしまいました。今ではもう狼として司法が戦うしかない。今まで以上にこの裁判所の役割は大きいと私たちは考えております。この裁判、実は東京だけではありません。4月26日に東京が提訴しました。同日福島で提訴がありました。その後高知、長崎、大阪、岡山、そして埼玉が提訴すでにしております。8月にはさらに広島、松本、そういったところ、あと8つぐらいのところが提訴を予定しております。さらに他の地域でも提訴しようと今準備している弁護士がたくさんいます。選挙に隠れて見えないところで私たちは地下深くマグマがあちこちから合流するような形で今力をつけてこの訴訟を動いてきているというふうに考えております。農家の中も一緒になってこのマグマの流れの中に入って、大きくこの国を突き動かしていきましょう。司法に今期待をかけて頑張っていきたいと思っています。ところで皆さん、裁判所はこの訴訟のことどんなふうに今考えてるかってちょっと気になってらっしゃいますよね。憲法に照らして法律がいいか悪いかなっていう判断は
もしかしたら門前払いなんだろうかってそんな風に思ってらっしゃる方もいるかもしれません。私たち4月26日に提訴いたしましたけれども、その後訴訟の準備のために裁判所とも交渉を持っております。その中で裁判官はこちらが提示した、100倍届くような訴状はすでに目を通して、そして今後どう戦っていくかについて真剣に取り合ってくれております。第1回の裁判の日にちが決まりました。国家賠償の裁判は9月2日14時から東京地方裁判所103号法廷で行われます。抽選が予定されると思いますので、20分ほど前にご参加の方は来てください。どなたでも傍聴できます。この裁判の中で私たちは国民がどんな思いでいるかということを裁判官に思い知らせていきたい。そして私たちがこの法律によってどれだけ傷ついたか、今はまだわからないかもしれない裁判官たちに私たちの痛みを伝えていく、これがこの裁判の核心だというふうに思っています。ぜひ皆さんと一緒に司法の力で今大きくうねるうねるこの力のマグマの動き、司法の動きを応援していって見つめて当事者になっていただきたいと思います。これからも頑張ってまいりますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。今アーコ法廷意見訴訟の会からのご発言いただきました。全国各地でこの訴訟が戦われる準備が進んでおりますので、全国で準備されています。今お話があった東京地方地裁での国賠訴訟は9月2日、午後にありますけれども、5時から集会が準備されているということですので、こうしたことについても総裁行動実行委員会のホームページなどで、ご覧いただければと思います。それでは今後の行動提起ということで憲法共同センターの小田川さんからお願いします。憲法共同センターの小田川と申します。土砂降りの雨の中での行動開始となります。最後までご協力いただきましたことに感謝申し上げたいと思います。分かりました。雨にも風にも雨にも負けない私たちの心意気に示すのではないかと思います。さて、参議院の委員会の設定などを確認をする臨時国会、8月1日から開催されるようですけれども、実質的な審議は9月中旬と予定をされる臨時国会に先送りをされるものと思います。すでに皆さんご発言のように、またご案内のように、秋の臨時国会以降戦争法を具体化をする南スーダンでの PKO 部隊への駆けつけ警護の任務の負荷や、あるいは憲法審査会での改正条文の論議、こういったことが進み、憲政今度の参議院選挙の結果で特段に高まっていること、考えなければならないと思います。しかし同時に皆さん、この選挙の結果で進んできた市民と野党の共闘、これこそ私たちが戦いを進めていく良いところであり、ここに次の戦いの展望があることも、また今日の皆さんのご発言でご確認いただけるのではないでしょうか。そのことを話していただきたいと思います。その立場からしても、3つのよし、住んでよし、働いてよし、環境によし、これを実現をし、憲法を守る東京と奮闘され、決意をされて立候補されました鳥越俊太郎さんを押し上げていく、私ども総掛かり行動実行委員会も、そのためにできる可能な全力力を注ぎ合いたい、寄せ合いたいというふうに思います。都知事選挙と関わって、7月22日今週木曜日でしょうか、木曜日になりますが、新橋 SL 広場で、そして来週26日火曜日ですけれども、新宿東南口で鳥越俊太郎応援街頭演説会、いずれも18時30分から総掛かり行動も参加をします市民連絡会規模で行うこと、昨日確認をし決定をいたしました。また第1弾を25日月曜日に、第2弾を29日金曜日として、都下全駅等での一斉宣伝行動を皆さんのご協力で成功させていきたい、このように思います。市民が参加をする選挙で都政を私たちの手に留めます。このために
残る10日間、皆さんご一緒に力を合わせてまいりましょう。大型リポート委員会として、8月19日の国会行動、今日と同じ時間帯、同じ場所で取り組むことといたします。戦争法要綱から1年目となります9月19日には、午後に秋の戦い、皆さんとご一緒に論議する目的で屋内の集会、今検討しておりますけれども、ご承知のようにこの東京というのは会場の事情非常に悪くて、今日の段階でも場所をお知らせすることができない状況にあります。集会の3回の準備進めていただくことをお願いをしたいと思います。昨年11月から取り組んでまいりました戦争法廃止の署名は、国会提出をしたもの、すでに国会に提出をしたものも含めて1350万人分、これを超える集約を6月末に確認をいたしました。その後も次々と署名が届けられ、また引き続く取り組みの報告もいただいています。9月中旬以降の臨時国会の早い段階で集約していただきました署名、提出行動を準備をいたします。お手持ちの署名があれば、ぜひ総掛かり行動実行委員会、加盟をするそれぞれの団体にお届けいただくことをお願いをしたいと思います。最後になりますが、臨時国会を安倍の暴走の場とさせない、そのために国会開会には必要な取り組み、実行委員会として呼びかけをさせていただきたいと思っております。申し上げた19日行動や国会開会行動、これにこうして全国各地、都内各地でも取り組みを具体化していただきますこと、お願いを申し上げまして、総掛かり行動実行委員会からの行動を提供します。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございます。先生になってですね、7月22日は金曜日です。金曜日、政治広場、新橋での、取り組みがありますけれども、こうした、市民の動き、選挙の関係、いろんなこと、市民連合のホームページやですね、総掛かり行動実行委員会のホームページなどに、事細かに掲載させていただきたいと思いますので、ぜひチェックをお願いいたします。そして今日はですね、始まると同時のこの土砂降りや悪天候の中でですね、大変な思いをされたと思うんですけれども、それをこの雨をついて4500人の仲間がですね、共に声を上げ、そしてそれちゃんと心を向き合って、この都政をですね、変えていく、そして東京を変え、この沖縄を踏みにじる、この日本の在り方を変えていく、そんな、ことを決意し合ったことを確認し合いましょう。それでは最後にですね、石山さんからスプレーコールを上げていただきたい と思います。よろしくお願いします。作らせないぞ。海兵隊は全面撤退。海兵隊は全面撤退。